前回のお話しし、なんかスペルとかなんかいろいろ説明を受けてるね。なんかクラブもあるんだって言ってみたら博士がいた。性格と口めっちゃ悪い。博士許せねえ。大会あるんだって。優勝賞金はマックブック。これはやるしかねえ。よし、今日は大会当日だからみんな気締めていくぜ。よー、アサヒくん。なんだよ、博士もこの大会出んのかよ。この大会の優勝賞品は MacBook じゃ。この私の最強頭脳に最強の MacBook があれば、この世界でもう怖いものはない。私は本当の意味でこの世界の王様になるのだ。決勝で会えたらいいな、この雑魚。いや、性格の悪さとともに口の悪さも磨きがかかってんな、おい。あんな奴に MacBook なんか渡せれるかよ。とりあえず、この大会は絶対優勝して、あの MacBook を手に入れよう。おいおい、見てみろよ。あんなわけのわからねえ連中もこの大会出てるぜ。この大会、我らウルフスが優勝いただいたな。はははは。アサヒは仲間の裏切り、ドラゴンの襲来、死んだと思っていた兄との再来を目の当たりにするも、なんとかその状況を打破して決勝まで駒を進めるのであった。いや、そんな面白そうなとこカットをするな。あと俺兄はいねえよ。一方博士も順調に駒を進み、同じく決勝戦へ進むのであった。てかウルフズ初戦で負けてんじゃねえかよ。お博士、絶対俺負けねえからな。あは、君のような低能がここまで来れるとは思っておらんかったわい。じゃあ、あのクソメガネがよ。やるよ、俺。わしに勝てるかの、ははははははは。サイヤー。よし、試合開始だ。とりあえず、いつものようにジャイアントの後ろにマスケット重視置いて、この陣形で攻めよう。これやべ、どうしたどうした、こんなものか。さすが博士、やっぱ頭いいだけあるな。それは通用しない。やべ、押されている。まずいまずい。ほれ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 。よし、ここで立て直そう。無駄じゃ無駄じゃ。うわ、めちゃ出てきた。まずいまずい。とりあえずファイヤーボールで一網打尽だ。口ほどにもないの。そう、少し逃したか。いける、まだ大丈夫だ。ここから立て直そう。おっほっは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 っ。まずい、一つ破壊された。だがここから2倍タイム、どん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 出していこう。よし、ここは攻め時だ。いけ、どんどん攻めていけ。まずいまずいぞ、このままではまずい。どこ狙っとるんだか。あー、まずい、残り時間が。デクノボ、お前いたのか。しょうがない。お前にかけるか。いけ、テクノボ。いやいや、どこ行くんだよ、どこ行くんだよ、どこ行くんだよ。どこ狙っとるんだか。おい、全然違うとこ行ったぞ、あいつ。なに？なに？それはずる。あああああ。ルール的に大丈夫だろ。ああ、勝ったことになったよ。やった勝った、やったー。いえ、勝った、やったー。嬉しい。よし、これで MacBook も手に入れたし、元の世界に一歩近づいたってことだな。そういえばさっきぶち飛ばしたデクノボってどこ行ったんだろうか。アサヒさん。いや、デクノボ、いや、さっきはありがとね。アサヒさん。お、どうした？ちょっと待って、待って、ま、止まれよ、止まれよ、止まれ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 、止まここ研究所じゃん。元の世界に戻ったんだ。やった、よかった、いやー、よかったー。いや、お前らもいるんかい。